やばいっすね。暗号通貨全般的に暴落してるじゃないですか。やばい、暴落しまくり。でもまだまだ含み益でございます。やっぱ平均取得単価がまだまだ低いですからね。例えば XRP ですけども、42円で買ったところずっと20円とか25円でうろうろしてて、で今暴落したって言っても141円なんで、まあ余裕ですね。イーサリウム、大元は2万5000円ぐらいで買ったのが多かったけども、買いましたのが19万あたりだったかな。今23万2000円ですから、まだまだ含み益、うん、BTC は100万円以下で買ってるんで全然余裕ですね。今から半値になっても全然大儲かりだな。 ADA はねプレセールなんで 0.2 円ぐらいでしょ。今131円ということですね。でこれね、何が言いたいかというと、すごいだろうって言ってるわけじゃないんですよ。やっぱ仕込むのが早ければ早いほど、情報もなかったんだけども、だけどもこうして今ね成熟した暗号通貨市場の中で暴落って言っても慌てずに済むんですよね。で長年やってますんで、暴落は何回も起きてるんですよ。それこそ2017年から2018年の年末年始にかけてもこんな感じじゃ済まないぐらい暴落してましたよね。であの時に慌ててその損切りをねバン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 した人、今大損したんじゃないですかね。だからやっぱり気持ちのことも整えていかないといけないですし、相場っていうのは急速に上がるとね、あの V 字を書くように急速に落ちたりとか、時には I 字みたいにね、落ちていくんですよ。でも売られすぎると今度買われていくんですよね。その繰り返しで上とか下に向かっていきますから、特に暗号通貨はあの知ってる人の方が少ないですから、知らせれば知らせるほど買ってみようかなっていうふうにそういう気になる人が多いんですよね。だからもし不安なんだったら、あのたくさんの人に知らせていけばいいんじゃないですかね。こうやって YouTube で話すとか動画でやるだけじゃなくて、ブログで書くでもいいんですけども、 SNS やってみるとかね、暗号通貨って言葉使うだけでもいいですよ。暗号通貨って何だろうとかっていう風な形で知らない人に知ってもらって、知った人も何回もね聞いてみたら、それってのは何、どういうものなのっていう風になってきたりね。でその中から買う人が生まれるわけですよ。でお互いにそうですけども、最初にそのビットコインとか聞いた時ってなんだそれと思ったじゃないですか。でも繰り返し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 聞かされるもんだから、興味を持って調べてみたらちょっといいかもみたいな感じでね、で多分2万3万とか5万10万の時に買ってるはずなんですよ、ビットコインね。でそれから今見てみたら、ビットコインなんて当たり前だよねみたいな世界じゃないですか。それこそ暗号通貨が成熟してきたんで、あのたくさんの通貨生まれましたよね。で ICO みたいなやつでどんどん吹き飛んだやつもありますけども、あれを通り抜けてね、今この2020年2021年にもたらされたアルトコインっていうのはもうね機能を持ってるんですよ、それぞれ。だから当然、事業の進捗とか外的要因とかファンダメンタルでガクンと落ちる時ありますよ。ただそれだけ、落ちるってことは誰かが売却して利確をした、もしくは損切りしたってことですから、そのお金が何らかの通貨に変わってるわけですよね。特にその財政出動が昨年派手に世界中でありましたから、それをとりあえず暗号通貨に入れてた人が利確するタイミングっていうのは2021年どこで起きてもおかしくなかったんですよ。で2021年に後追いで値段が上がってなんか流行ってるみたいだっていうふうに知った後追いの人が今あれじゃないですか、割り送ってるとこじゃないですか。投資ってのはまだもうなり、もうはまだなりって言って、あの流行ってきたらもう遅いんですよ。誰もが見向きもしない。今回の暗号通貨に関しましてはもうね、多くの人が諦めて、もうあんな ICO 詐欺とかあったよね、絶対もうね暗号通貨とかやらないよって言ってた時に、その時に仕込むわけですよ、冷えてる時に。であと、いろんな要因が出てビットコインが値上がりするとか、イーロン・マスクがどうとかっていうので、一個の暗号通貨が流行ると全体的にね遅れて流行っていくわけですから、その時にまた利確が始まるんですよ。流行るってことは誰かが買ってるってことなんですよ。この誰かが買ってるっていう時に買うの遅いんですよね、もうね。誰も知らないうちも仕込んどかないと。だから繰り返しますけども、ビットコイン100万円を超えたらもう買う時はないということで、100万円以下で買った人ってのは今減っちゃうでしょ、だから私が言ったことが正しいってわけじゃないんですよ。でも私が見てるのはそういうことだから、暗号通貨で資産が作れるんですよね。これ結果論ですけども、最初私もねなくなってもいいやと思ってやってるわけですからね。なくなってもいいやと思って買って、去年もなくなってもいいやと思ってビットコイン買って、ね、なくなってもいいやと思って、去年のね夏秋ぐらいにイーサリアム買って、でもできれば増えてほしいなって思うのが
利益が出てきた頃ですよ。で今そこそこ値段落ちてますけども、まだ全然含み益だし、それからこんなもんで終わらないですからね。これがズバッとまた逆目に入って急騰する時は私は来ると思いますけどね、あとはもう自分で決めるだけです、です。以上です。まあ明日の朝どうなってるかね、私がこうやってポカーンって信じてたらこうなってたらねまあ暗号通貨なんで全部なくなっちゃってね、別に暮らしが変わんないように組んでますんでね、私はね暗号通貨なんかに頼らない。でも期待しちゃうね、期待しちゃうぞ、期待しちゃうぞ。トロンとかどうしてくれんだ昨日進めたとこなのにまあまだね、あの口座開設済んでないんで誰も投資してないと思いますけども、でももともとトロンをね持ってた方はちょっと損しちゃったかもしれないですね。まあ損もありえますから、ビジネスも人生も、いちいち損してるたんびにねビビってらんないですよ。もっともっと目指すところは高いわけですから、かすり傷ぐらいで大騒ぎしないのというのが私のモットーでございます。いってらっしゃい。